団結して頑張ろう。労働組合の全国組織である全労連携の中央メーデーが東京の代々木公園で開かれました。人数制限をなくした大規模な開催は4年ぶりで、およそ1万5000人が参加しました。全労連の小畑議長は、正規と非正規雇用、男性と女性の賃金格差が広がっていると指摘し、物価上昇分を上回る大幅な賃上げを求めていくと強調しました。